第6の宮処女宮ではバルゴのゴールドセインと釈迦が待ち受けていた。聖夜、紫龍、春の3人は持っているコスモを最大限に燃やして釈迦に挑むが、その攻撃はことごとく通用しない。最も神に近い男釈迦との力の差は聖夜たちが考えるよりもはるかに大きいものであったのだ。ここが三口処女教へ続く道、聖死そして旬のコスモが弾ける。あいつらの身に何か。お前の強さは何だ。一体誰なんだ。お前ら状況ごときに守る。お役人長安っぽいのは別に倒せる相手を許しがせる。あの世に耳の穴をかっぱじって聞けば俺に会おう。まさかフェリックス一騎。聞いたことが、ブロンズの中でも最強クラスに強いというやつか。せや、この一気に行くまで死ぬんじゃないぞ。殺されねえ。安心する。我々が相手をする以上生きては帰れ。おう、そうだそうだ。俺は群れるのが嫌いなのだ。この一気の剣でバラバラに吹き飛ぶがいい。威勢がいいのは最初だけだったようだな。なんと美しい。やつらは清らかさに満ち溢れる。話が聞く極楽浄土。おい、お前が極楽浄土に行けるとでも思ったのか。お前がいていいのは地獄だ。地獄には飽きてしまう。お前たちに地獄行きの剣をくれてやる。無論お前なん。地獄も知らん奴らが何を言う。そんなにも地獄が好きなの。お前たちを地獄に送ってやる。三途の川を無一文で渡らせるのも忍びだ。俺の剣が打賃代わりだ。遠慮はいらん。取っておけ。地獄の門番に伝えてもらう。俺はまだ世話にならんだ。あれが処女宮か。あの宮から顔を引かない。旬のコスモが弱まった。待ってよ、旬。しないでもらおう。よかろう。お前たちを血祭りにあげて道を作るまでのこと、覚悟ができた者から死にに来い。Come on!
イツに挑んだことが間違いだぞ。分かればいい。待ってよ、俺の友よ、兄弟よ。お前たち、この男をここで亡き者にするのだ。証拠にもなくまた戦いを挑んでくる。いいだろ、群れをなさねば何もできぬ雑魚ども、ここを実一匹狼の力たっぷりと見せてくれるわ。一騎よ、この処女宮へ続く道をよくも血で染めてくれたな。しかしお前もここまでだ。彼らの憤怒の炎、お前たちはブラックフェニックスの生き残りがまだいたと。しかも二人、温かい歓迎だな。俺たちを裏切ったことを後悔させてやる。クラウン、どういうことか。変なことしか喋れぬ脳なしめ。おい、そこまで言った以上覚悟はできてる。いつまで喋っているつもりだ。なかなか聞かないな。これから撃せろ。大したことない。かつて徒歩を組んだ者をいとも簡単に。貴様らブラックセイントに対しては感動者などされてやる。貴様にお似合いの地獄へ落ちるがよい。大したことない。一騎、アテナの側に寝返るとは何を考えてるんだ。本当壊滅に追い込みやがってよ。お前らブロンズのせいで仲間が減っちまったじゃねえか。俺たちの大切な仲間だよ。少子、何が仲間だ。己の欲求を満たすためだけに他人と組むような奴らだ。友という言葉を軽々しく口にするな。かつてアテナを連れていた俺は、聖夜たちは命をかけた。ブラックゲンマーキーくれたのだ。それが友というものだ。貴様の友のために戦うとはどういうことか。帰還法王の剣だ。その鎖を可能に叩き込んでやるわ。わかったか。俺が友のために戦うということだ。行くぞ。ブラックイントを教えていた。確かにあの時の復讐のみに生きて、友のために命を投げ出す聖夜たちと戦ったことか。奴らの潮が汗涙。ブラックゲンマーケン、こいつブルーブロンズなのか。